ごきげんようじ、おはようじ、どうも近藤ようじです。3月の購入品を紹介したいと思います。ポン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 。これ収録してるのは3月の中旬なんですけど、もう本当に早い。もう4月、エイプリルフールですね。飛びすぎたな話が早速紹介していきましょう。よかったら最後見ててください。まずは1品目はね、こちらクナイプのバスソルトバニラ&ハニーの香りです。まず惹かれたのはクマ。クマがねハグしてるの可愛い。ということで、このね、俺匂いがね、まずバニラの匂いがすごい好きなんですよ。だからボディーソープとかもバニラ使った時もあるし、バニラが好きなんで買いました。で、一回使ったんだけど、これクナイプすごい好きで、バスソルトがほんわーってする感じ。バニラ&ハニーとか絶対いいじゃん。 Everything will be fine。 きっとうまくいくよ。そう、この言葉にちょっと惹かれた部分もある。こういうのってやっぱちょっとしたこういう言葉とか、こうパッケージとかって超大事だと思う。でこれ、この小袋サイズしかこれ見なくて、大きいサイズってあるんですか？教えてください。次はこちらです。レブロンのフォトレディインスタフィックスデュオキット、シェーディングとハイライトが入ってるセットなんですけど、こういう品って基本動画で紹介したいから開けないでおくんだけど、早く俺的にはずっと使いたいんだけど、やっぱり最初のリアクションを動画でね、皆さんとシェアハピーしたいので。色味はね、こんな感じでピンクっぽいのと茶色、シェーディング、ハイライト。このスティック系のシェーディングは俺、あのエチュードハウスのね、プレイワンオンワンスティックでは持ってたんですけど、どんなもんかなと思って、まあ本当は俺このハイライトが欲しかったの。このスティック式のハイライトって使ったことなくて、だから欲しかったんだけど、セットって書いてたからちょっとセットで買ってみました。塗ってみます。これを T ゾーンに塗って、で、あとはここに塗ります。なので柔らかいけど柔らかすぎない。わかるかな、ツヤ出てるのね。ツヤ出ていい感じのツヤ感が出てくる。ピンクだからすごい自然かも。白よりもピンクの方が俺は自然に出るなと思っているよ。じゃあシェーディングも塗っておきます。シェーディングはデポ周りに何筋、ここで、こんな感じで塗ったら、おみほーい、危ない。めっちゃ変な声で。で、塗ったらブラシやスポンジなので伸ばしていきます。はい、こんな感じで自然に馴染みます。ちょっとなんか、まあここら辺だったりとか、ここら辺は小顔に見えてるのかなと思いますけども、まあ、初めて使ってみた感想としてはちょっとこの茶色濃いかもな。まあ本当にね、シェーディングとかハイライトって最初は俺もうなんかやっても意味なくねって思ったんだけど、やっぱりやるとすごい影とか出て顔がしっかりして見えるので、最近はよくやるようにしてます。です。次はこちら、パウダーチークス PW40 番です。これも皆さんね、ご存知だったと思うんですけれども、キャンメイクの方で発売された黄色のチークというね、驚きの商品でございます。このブラシよりも俺はちょっと、じゃあもっともっと持ってる、今ちょっと汚いんですけどね、使い終わったやつなんで、ブラシで塗っていきます。あ、めっちゃ黄色って、こんな感じになると、あれ、あざ治りかけかなっていう色なんですけど、これはそのまま単体で使うんじゃなくて、普段のチークに混ぜて使うんですよ。一回オレンジを塗って、そしてその周りをね、なんか黄色で囲むのが A らしいですわ。この色なんかミモザイエローっていう色でさ、本当に普段のチークに重ねて使うと、なんだろうな、立体感が出るというか、ちょっと元気っぽくなるからいいかなと思います。豆知識じゃないんですけど、このこれをこのね、鼻下にね、入れると鼻下の距離が短く見えるんだって。なんかあんまりそのチーク持ってない人は普段のチークにプラスワンするだけで全然違う色になるから、おすすめですね。次、サロニアのヘアアイロンです。この間ウィボン YouTube の撮影で富士急に行った時に、シュガレスの広瀬千尋ちゃんがこれを使っていて、楽園でね、ちょっと貸してって使ったんですよ。そしたらめっちゃ使いやすくて、何がいいかっていうと、ここがね、丸いんですよね。なんで、挟んだ時に自然と綺麗なカーブがつくというか、
俺が持ってたやつはちょっとここが四角チックだったんで、こうやった時にやっぱカックンってなっちゃう時があったんですよ。でこれだとすごいウェーブヘアとかもやりやすくて、めっちゃいいと思って、一目惚れです。これはなんかめっちゃ高級感あるじゃん。3,000円、ここもあるし、海外も対応してるし、いいとこだらけなんで、これをちょっと今後は使っていきたいと思います。こんな感じ。ちょっとね、俺のね YouTube で結構ね、喋りすぎて長いって言われるんですよ。なんか喋ったら止まんないから、なんかちょっとここら辺で今日はもう切ります。バイバイ。